はようございます。鶴香織です。久々の動画配信となります。自分を成長させる5つの方法ということで、今日は3つ目の動画を上げていきます。3つ目はですね0から1にする行動力についてお話ししたいと思います。ネガティブなマインドのセミナーをしている時も、ネガティブなマインドってその恐れや焦り、前の動画でもお話をしましたけれども、やっぱりそれが自分が成長したいと思っているんだけどできないっていう、そういう行動パターンに陥ってしまう原因だと思うんですね。で、ただ0から1っていうところに行動を移すって、もうここがやっぱり一番大事なんですよ。逆に1から5とか5から10っていうのは結構簡単なんですよね。その0から1にする行動力っていうのをどうやったら身につけられるかなっていうところなんです。で、やっぱりここは自分がやりたいことっていうのが一番かなと思っていますね。やっぱやりたくないこと、こうなんか世間体とか、誰かの目を気にしてとか、そういうふうな形になってしまうと、どうしてもやらなければって肩にグッと力が入ってきてしまうと思うんですよね。そうすると焦りとか恐れが自分の中に降りかかってきて、やること自体、その一にすること自体が本当にすごい大変っていうことだと思うんです。その軽々と0から1にする行動力っていうのって、やっぱりすごくワクワクして好きなことかなって思っています。私結構0から1にすることってもう最近あんま怖くないんですよね。なんでかっていうと、0から1にしてもし失敗しても0に戻るだけじゃないですか。マイナスになることはないなっていうのをいくつもいくつもチャレンジしてきて実感してるからなんですね。なので逆に私の場合は0から1にすること、1から5にすること、5から10にして、ある程度うまくいったものはどんどん手放すようにしてるんです。はい。なのでうまくいったことからどんどんやめているっていうことが一つ挙げられるかなと思っているので、あんまり0から1にする大変さみたいなものには今フォーカスしてないっていう状況になります。皆さんにとってはどんなことが0から1にするその行動力必要とすることになるでしょうか。はい、またいろいろ考えてみてください。ではまた明日あげたいと思います。